やあみんな、ファイ、ナルソだよ。前回ここにいるおっさんに話しかけたら変なドラゴンみたいなやつが出てきて速攻で殺された。だから僕は今レベル13になった。本当はレベル15のデータがあるんだけど、正直レベル9とレベル15の差、それを確かめて倒していこうかなと思ったんだけど、自動セーブで勝手に13レベルが一番最後のデータみたいになってしまって、正直言うとすごい中途半端なところから始めてしまっている。そして前回俺はこの妖精の剣、これを装備するのを忘れて戦っていた。だからこれを装備してレベル13の状態で戦ったら、もしかしたらもう勝てるんじゃないかなと思うんだ。さあ、じゃあ早速話しかけてみよう、このハゲネ。さあ、かかってこい。なんだ今日、お前の名前。マンティコアだ。俺はこのレベル13となった体、そしてこのファイナルソード、英雄の誕生、ディフィニティベースキャンション、ディフィエピス、どうも、レベル15のファイナルソです。まあ、正直言うと、レベル13の時点で、勝てましたね。うん、ただレベル15の状態で勝たないとちょっと動画的にあれだったんで、わざと死にました。さあ、このジジイに話しかけよう。ジジイ、おちょ、もう前転すんな。もう前回前転して、なんかすごい俺が突っ込んだくだりはもうやったんだよ。もうこれでキングダムに行こうと思います。もうぶっちゃけ言うとね、余裕だと思う。レベル15よ。なんかね、後々見たんだけど、推奨レベルが12だったんだよね。3レベル違うだけでも多分全然違うと思うんだよね。急にこのマンティコア現れたけど、何のために来たんこいつ。しかも普通にさ、なんかこの守りのためにここに配置されてるだろう。おっさんは何もしないしね、一生その動きしてるもんね。でもぶっちゃけ勝てるよこれ。でもさ、こいつの攻撃ぶっちゃけガードが意味ないんだよ。だからこいつに攻撃を誘って俺は内側から攻撃をする。するとあら不思議、案外余裕。ちょっ、いった。いや大丈夫大丈夫、ぶっちゃけね。もう余裕。ちょっ待って、ザコデッキこっち来んなよ。ちょっと今ね、薬草が10個あるから結構余裕もあるし、金もね結構溜まってるから、もう別になんか余裕なんだよな。でもう半分食らっても別に大丈夫で、俺の攻撃全然当たんねえんだけど。ちょっと待って、え、余裕じゃない。え、余裕なんだけど余裕じゃない。何これ、この手前の攻撃が当たるのにさ、なんでこの真ん中に行ったら俺の攻撃一切当たんねえの。ほら、なんでその距離で空振りする。お前ちょっと待って、なかなか厳しくね。あれ、いざ真面目に戦おうと思ったらなかなか厳しくね。いや勝てる勝てる。いや俺の攻撃当たんねえんだけど。ちょ、そのさ、泥沼にみてえな戦いやめようぜ。ちゃんと真面目に戦おうぜ。ちょ待って、でこいつにシールドバッシュ食らわないのかな。ちょ飛ぶのやめて。飛ぶならさ、モンハンみたいにさ、モンハンのリオレースみたいになんか飛びながらプレスでも打ってきて。お前飛んでから何も一切行動しないやんけ、クソったれ。ちょ、当たんないんだけど。ちょっと待って、え、こんな攻撃当たんないことある。避けて弱攻撃しよう。あ、なんか多段しない。俺の1回の攻撃でちょっと多段ヒットしてない。モンストか、モンスターに。おお、やってきた。あ、体力半分なんだから。どこ、なかなかやるやん。え、待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って。思った以上に辛いぞ。思った以上にこれ強いぞ。あ、ごめんごめん、強くねこいつ。ちょ、降りてこいやお前。俺まだ魔法ねえんだけど。ちょ、なんかない、ちょ、なんか使ってくんない。魔法やらさ、魔法まだないんだよな俺。危ね、ちょ、ガードして、あ、いや当たるんだよな。おっさん、やっぱ助けてくれ。おっさん、ダメー。よしよしよし、まず半分までいった、半分までいったけど、こっからなんだよな。こいつもさ、この攻撃早すぎてガードできなくね。いや無理じゃねこれ。無理にも程があるなこれ。これ、いや当たる、ガードしても当たる。どうすりゃいいんだこれ。これ、いや当たる。ちょっと待って、おっさんなんかしてくれよ。いや無理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 。何この鬼畜ゲ、うん、いやどうすりゃいいんだこれ。降りてきてくんねんだよなこいつ。え、ちょっと待って、もう回復もねえし、あっぶね。いやこれギリ、結構時間だったら降りてきてくれ。マジで来いよ来い、ほら、いや降りるんかい降りるんかい。やっぱ時間経てば何もしてこなくなるって感じ。こいつ降りたら弱いからな、ぶっちゃけ言うと。よけて、こいつの攻撃パターン分かるから、攻撃してきたらよけて攻撃。
あ、その体勢で飛んでくんだね。なんかさ、あれ予備動作みたいなさ、ちゃんと体こうまっすぐにして飛んでくんじゃないんだ。すっげえ。あ、消えた。おい。俺絶対おっさんの顔を忘れねえからな。お前何もしなかったよね。その立派な、なんか槍みたいなやつ、一生使わないやん、お前。見せかけの斧よ。だからハゲるんだよ、ジジイ。ふぅ。いや、ふぅじゃないのよ。お前、俺が戦ってる間、しこってたの？お前、すっごいな。いや、え、な、剣士になってから、あんた何年っすか？こっち多分、トータルで3時間ぐらいっすよ。さっきは無視してごめんな。どうして長老がお前を認めたのか分かったよ。だが、キングまでの道は、本当に恐ろしいぞ。無事を祈ってるよ。ありがとうございます。そしたら、橋を渡りな。やったー！妖精の剣さ、俺が前使ってた剣と、ちょっと比べてみたんだけど、攻撃力3ぐらいしか変わんなかった。うん。たった 3？ でもこれでやっといけるんだね。おい、お前絶対忘れねえ。何もしなかった罪重いぞ。やった、新しいところ行けるでも、あ、もう村あるやん。すげえ。すごい近場にあるんだね。え、なんか新しいの来たんだけど、何この順番。え、何？もっと強そうなやつ来たんだけど。え？なんかミラボレアスみたいなやつ来たぞ。なになになに？え、予備動作。ちょっとブレス弱くない？ブレスの当たった時の音、え？ちょっと強いんだね、やっぱ。音微妙なのにね。なんでそんな重点的に橋壊すの？アップ、え？お前どうした？お前さ、もう手前ですげえブレス食らってんだからさ、離れとけよ。なんで突っ立ってたの、お前。なんか、え？バビョン？見慣れな音、おい。バビョン？え、何？バビョンって何？しっかりしろ。母さん、うん。おう。まだ、僕まだ生きてるんですか？生きてるよ。お前、何歳お前。なんかリアルに42歳ぐらいにしか見えないんだけど。この人も誰だ？お。アンダスヘイヤ。もう戻れないじゃん。いや、戻れそうだけどね、ぶっちゃけ言うと。泳げばなんとかなりそうだけどね。めっちゃ近いよ。何この人は。おい、気がついたか？アンディ。僕はどうなっていたんでしょうか。いきなりドラゴンが襲ってきて、生きてるだけでもよかったな。あ、橋が、ローレル村は、ドラゴンはどこへ？さあな、村の方へ飛んでいったよとか、嘘でしょ？いや、母さんたち、いや、母さんのシンバルも、俺が必死こいで手に入れた薬草とかさ、妖精とかさ、その時間返してほしいんだけど、村が滅ぶなら。俺別に思い入れないから別にいいよ。ローレル村のことですか？俺も隠れていたから正確には分からんが、確実なことは、もうこの川を渡ることはできないということだな。え、でも、川の流れ的に、泳いでいけそうだけどね。両親が心配です。村がまた。川沿いをずっと行くと、アンダス村に出るから、助けを求めてみな。あそこか。オッケー。奥とか行ってみたいけどね。なんか砂漠の奥とか、行けそうだけどね。一応、オープンワールド RPG みたいな感じで、なんか位置づけは確かそんなんだから、結構自由に今後行けるってことなのかな。あそこアンガス村？うん。村なのかな、もう。村っていうレベルでもない気がするけどね。どうやって飯食ってんだろう。畑も何もないけど。なんだ、ここは。これもしかしたら、休めるやつ？ちょっと、話しかけて。お前、魔法に興味、魔法しか興味ねえ。魔法使いたい、ずっと。ひょっとしてローレル村にいらっしゃったからさ、なんかさ、なんかここでもしかしたら BGM 使われてたのかな、ゼルダの伝説の。なんかもうぽくない？こんな BGM 今まで流れてなかったもん。ふむ、そんなことはとてもいい。お前から魔法の能力が見えるな。 MP はあるけどね、魔法自体が持ってなかったから。どういうことですか？お前魔法覚えたいか？はい、魔法であの川を渡りたいです。その用途で使うんだ魔法。
太古から魔法は存在してきたのだ。今すぐ覚えることはできますか？魔法の粉を手に入れられたら可能だ。手に入れる方法を教えてください。この村の横にある深い洞窟の奥、そこに魔法の粉はあるはずだ。川を渡ることができるなら何でもします。油断するなよ若いの。魔法の粉ミッション。ん？あ、で武器買える。俺さ、お金めっちゃあるんよ。あ、その前にセーブしよう。ちょっとセーブします。よし、オッケー。とりあえずこれで、もうこれいらなくね。妖精の剣すごい。妖精の方からすれば大事な大事な剣なんだろうけど、俺売るよ普通に。容赦なく売る。剣がないんだ。でも705、金めっちゃあるって言ったけど、そんなダメや、まだまだ足りないや。でもこれは買おう、これは買う。絶対鎧は必要で、まず見た目大事だからね。これか、装着。おお、強そうには見えるね。でもこれさっきのジジイと同じ鎧じゃね。まあ、これで売ろう。あと盾じゃねえや、これ売って。これ20ゴールドか、安いなこの服。 OKOKOK、 これでいいでしょ。 OK で、ここ雑貨屋でしょ。雑貨屋でまず薬草をね、買っとかないと。ダメダメダメ、あ、ちゃんと持っとかないと。俺こういうのちゃんとしたい派なんだよね。ちゃんと持っときたいんだよね、こういうの完璧に。ここ宿屋か、おいちょっと話しかけて、話しかけて。よし、ま、金かかんのここ。え、うっそ、こっから金かかるんかよ。なんかいるし。え、寝てるっつうか死んでね、こいつ。いいなぁ。なんかどっか行くと突っ込みどころあるんだよな、必ず。突っ込みどころしかないんだよな。扉もね、プライバシーのかけらもね、何これ。チーズ、これ何？なんかシュガーパンみたいな。すげえ、家。村のレベルじゃないな、やっぱ。家全然ねえもん。ここは？ワインとか飲んでんだね、でも。おい、お前誰だ？いや、それな。びっくりだよね、いきなり知らない人入ってきたら。ローレル村から、キングダムに行くために橋を渡ってきました。そうか。俺はな、ここに長いこと住んできた。サムというものだ。今までドラゴン来なかったの？他の村とはもう往来が途絶えて、毎日生きていくのがやっとだ。いや、すぐそこに、もっとでけえ村あるけどね。キングダムに行ったら助けと戻ってくれるだけで。わかりました。必ず行ってきます。冒険家にとっていい情報が得られるかもしれないから、必ず会ってこい。マントをかぶってこの村のどこかにいるよ。ん？ちょっと待って、何言ってるかわかんないけど、とりあえずじゃあ、まあ、行くわ。行ってきます。で、洞窟の近くにあるって、あれだよね、多分。なんかあるなと思ってたんだけど、敵いないかな、ここら辺に。アンダースヘア、これ敵出てくるよね、多分。ここで敵が出てきてどんくらいの強さなのか知りたいんだけど、一切出てこない。なんもね。こっからかな？まず剣装備しても行ってみよう。洞窟に入ろう。移動まで、おっそ。おっそってか、目の前、行き止まりだったぞ。まあそれゲーム的にあれなのかもしれないけど。もうちょっとなんか表現なかったのかな？洞窟なのこれ。思ってたのと全然違え。深い洞窟。ほんと冴えない顔してるよな。いや、結局魔法も覚えれてねえし。こうの持ってこうぜ。うわ、なんかもうザ敵ってやつ来た。さ、シールドうまく使おうぜ。え？え？え、ガードしてるよね、俺。あ、来た。よし。あ、体力自体も多くないね。70？ え、めっちゃもらえる。え、これはもう俺ここでずっとレベル上げするぞ。なんだ？こっち待って、危ねえ。薬草か。敵の攻撃してきたら、もう、これで避けて攻撃するっていう。これ、いつものパターンだな。ぶっちゃけと、あんまシールドアタックも必要ない。もう、これでいいもんな、これで。これで成り立つからな。ファイナルソード。いいな、俺ここで今後レベル上げしよう。なにこれ、なんか、不気味な機能。いや、2体はやべえ。2体、え、なんかやべえやついるし。あ、しかもなんか、ダークソウルみたいな感じで、なんか戻れなくなった。こいつの攻撃してきたら、一回避けて、この雑魚敵を倒そう。はい。うわ、ザバか！ちょっと待って。はい。オッケー。で、攻撃。俺の攻撃だけ、この、無駄にリーチ短いのやめて。オッケー。うん、まあ余裕だね、まだ。ちょっと危ない。はい。いいね。ちょっとここレベル上げいいな。レベル上げに最適な、何体出てくんの？何体出てくんのこれ。もういいよ。
で、今もうちょいでレベルアップ。もう500もいってんだ。これで？あ、こっちか。ミズラ。何？あ、ちょっと弱そうなやつ来た。あ、いやいや、変わんない変わんない。変わんない、全然弱い。え、これだけで 65？ こりゃもう、こりゃいいっすわ。マジ、今後動画外でここずっとやってるよ、俺。え？そんなことある？嘘だろ。こっから？おい！ドジクショえ？なにこれ敵も落ちんのちゃんと。これ敵も落ちるじゃん。で、ここ結構俺も危ないな。落ちろ落ちろ落ちろ。あ、危ない。待って。これで俺経験値入んねえかな。頑張れば入りそうじゃねえこれ。勝手に落ちてきそうじゃん、敵。引っかかるな。引っかかるな。危ねえ。はい。はい。はい。あ、いいな、ここ。敵結構無限湧きするし。あ、なんかあるやん。これなんだ？薬草か。未だ薬草結構重要なんだよな。はい。はい。はい。あ、当たんない。はい。オッケー。待って、これさ。あ、買う分には10個までなんだね。10個止まりなんだけど、手に入れれば10個とかじゃなくなるんだ。ちゃんと条件増えていくんだね。いいな。結構そういう部分、ちゃんとしてるから面白いけどね。いきなりこう落ちたりするのはちょっと意味わかんねえけど。あれびっくりした。普通に最初からなったからな。攻撃の種手に入れたんだよね。これで攻撃力が上がるんだね。よし。いや、攻撃力は大事よ。はい。はい。はい。いいね。2回で死ぬ。1上がるだけで結構強くね？はい。よし。で、ここだよな。ちょ、怖え。怖え、このゲーム。いつどこで落ちるかわかんねえ。結構こういうとこ見えないからな。はい。はい。ちょっと当たんない。はい。はい。これ、ちょっとタイミング見分かるって。バッシュ、オッケー。はい。オッケー。いいね。面白い。落ちてくなよ。俺今見えたぞ。落ちてったの。これこっちか。いや、まだ楽だな、このステージ。あー、またボス？これ落ちんじゃないの？あ、さすがに落ちない？あ、いいよ、これで、こいつがこっち行ってる間に俺こいつ倒すから。はい。ちょっと待って、当たんない！ちょ、俺の攻撃たまに当たんなくなるのやめて！こいつぶっちゃけあんま強くないしな。当たんねえもん、こいつの攻撃。はい。はい。まあ、俺の攻撃もたまに当たんないんだけどね。はい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 、オッケー。レベル上がった！ 150 は美味しい。150はうんめえわ。これ一回セーブしよう、ここで。いつ落ちるかわかんねえから。めっちゃ落ちてったやん。もうあの、いきなり、一瞬で消えんのやめてくんねえかな、あれ。俺、ただただ笑っちゃうわ、あんな。もうまた来たよ、こいつ。まあ、落ちんなよ。俺がレベル上げるために必要なんだから、お前の経験値。やめろよ、落ちんだよ、マジで。よし。ああ。結構、多分このダンジョン終わり近いんじゃないかな。あと下行けば多分終わる気がするんだよな。もうちょいでさ、またレベルアップ。もう400必要でしょ。もう余裕じゃん。ここレベル上げにほんといいな。敵はま強くないし、たまに弱いボス来るし、ここボス来るだろ。ああ、やっぱそうだよね。こいつの攻撃弱いからさ、当たんねえんだよな。魔法の粉！来た！まず魔法の種使うでしょ？これで、あ、渡すと魔法使えるなんだ？あ、嬉しい。あ、まず一回セーブ大事だな。俺ずっとさっきはコマミセーブしてるからセーブしよう。お、すげえ、レベル順。何？もう嫌だ。マジでもう嫌だ。宝箱開けようと思ってさ。全然しちゃうんだって。お、なんかボスっぽいとこ来てない？これボスじゃない？もしかしたら。え？あ、なんだなんだなんだ。うわー、キングギドラみたいなの来た。なんかすごいキングギドラみたいなの来た。おー、結構自由自在に動くんだね。3つ頭あるとさ、動かすのめんどくさいみたいになんない？
え、なになに、え、そういう感じ、お前陸に上がっていくんだ思ってたのと違うな、陸にちゃんと上がっていくんだな。こいつもどうせ至近距離だと、え、ちょっと待って、これ出た、出たぞこれ、全然食らねえやつ、ちょ待って、出たぞ、嘘だろ全く当たんねえし、こいつ何も知れないのに吹っ飛ぶぞ。え、え、やばい、これ逃げなきゃやばいって、ちょ、これ逃げなきゃやばいって、はな、いや、ここも落ちるんかい。よし、とりあえず一旦帰ってきた。あいつは多分今倒せん。さて買って防御力も上がるんだね。オッケー。よし、ちょっと様になるだろう。結構様になったろこれで。いいじゃん、いいじゃん、いいぞファイナルゾー。ちょっと盾売ろう。これもちょっと妖精の剣早く売りたいんだよな。もういらねえんだよな、もっと強いやつ欲しいし。これでとりあえず薬草買えないから、これ使っちゃったから1個買っとこう。はい、でこの目的のこいつよ。よし、魔法の粉を手に入れたのか。はい、ついに手に入れましたなんだこれは、魔法の粉、粉を手に入れるとは、よくやったな。では今から私の力をお前にやろう。はぁ、おぉ、そんな風に与えられるの与え方結構怖いな。なんかこれ、なんかダーク、なんか魔の、ほんと闇の魔法みたいなの、なにこれ、なんか右上に出たけど、マジックアロー、魔法の矢で、さあターゲット最後まで追跡する。え、なにこれ、これでは、どう使うの、これで、は魔法スロットに魔法装着してください。どうやってつけんのよ、つけ方がわかんないのよ。え、これ装着か、あ、こういう感じね。で、え、おお、おお、え、すげえ、離すとこのまま使えるってことか。はい、ええ、ちょっと、え、めっちゃいいの手に入れたかもしんねえ。ちょっとおっちゃん、サムのおっちゃん、手に入れてよ俺。あ、ここで使えねえや。おい、おっちゃん、お前誰だ、あれ俺のこと忘れてる。あれ、目的なくなっちゃったんだけど、これどうすりゃいいんだろう。あのヒドラ倒しに行った方がいいのかな。ちょっともう一回行ってみるか。これレベル20とかにして行って倒せんのかな。20レベルあったよ、20レベルあったら勝てるだろさすがに。なんかちょっと20レベルっぽい見た目してんじゃんこいつも。しかも俺マジックなんちゃらだっけ、魔法ついに覚えたから、こいつ顔に狙って魔法当てればさ、食らうんじゃないのこのマジックアローで。一回やってみようよ。はい、マジックアロー、お、マジックアロー、マジックアロー強い、いった、マジックアロー。待って、これさ、待って、普通の攻撃でももう戦えんじゃね、ちょっと待って、いけるいけるいける、普通の攻撃は、あ、ほら、いったやん、だからいったやん、20レベルだってこいつ出て、20レベルの見た目してるって思ったらやっぱ20レベルの見た目してたわちゃんと。あ、すごい痛い、でも余裕余裕、はいはいはい、ちょっと MP もったいない気もすんだよな。いや、待って、これもさ、これいいじゃんいいじゃんいいじゃん、おい待ってすげえ弱くないこいつ、はい、いや、これちょっと当てんの難しい、おいおいおい、どこ行くの、うえ、何それ、マジックアロー、俺の魔法全然当たんねえ、マジックアロー、よけよけよけ、いいぞいいぞいいぞ、回復なんていくらでもあっからな、おい、マジックアロー、マジックアロー、マジックアロー楽しいファイナルソロ楽しいぞ、おい、いいぞ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 、マジックアローやめて、ちょっとごめん、調子乗ってるの分かってる、自分でも分かってるからさ、よくよく、大丈夫大丈夫、勝てる勝てる、これは勝てるぞ、おい、って、いや大丈夫大丈夫、信じろ、自分を信じろ、ファイナルソロ、お前自分を信じるんだ、いけ、いいぞ、もう一回、よし、ちゃんと表示が赤くなったら当たるってことだ、いいね、めっちゃいってる、おい、どこ行くんだよ、分かってるぞ、でこっち振り向いた瞬間に俺マジックアロー打つ、オッケー、当たってね、もう一回行ってこい、よし、マジックアロー、ふっ、いいぞいいぞ、マジックアロー、いいぞ、マジック、うごい、マジック、ま、怖い、ちょっと怖い、マジックアロー、すえ、マジックアロー、マジックアロー様様じゃ俺、マジックアロー、マジックアロー、あいつも諦めたな多分、ちょっと諦めがあるよなあいつ、マジックアロー、
あと一発でマジックアロー。あ、ちょっと核決めさせてよ。マジックアロー。あれ、マジックアロー。ちょっと当たん、ヒドラさん、ヒドラさん、ちょっと待ってください。ヒドラさん、ヒドラさん、ちょっと、ふっ、マジックアロー。やったおい、俺の名前はファイナルスト20レベル。かっこいい。ファイナルストかっこよくなったな、お前。よし、ここで落ちるわけにはいかねえ。ここで落ちたらマジで今日、もう悲しみな、もう泣きながらやめるよ、俺今日。あ、ここにもあるな。違う。ちゃんとマーク入れてから。よし。防寒の宝石？なんだこれ。あ、霊感だ。砂漠の熱気を塞いでくれる。まあ、一回戻ろう。え、こんなとこに人いたっけ。本当に霊感の宝石を手に入れたって。あ待って、俺ここに人いるの気づかなくてさ、多分この人に話しかけたら、あのヒドラ倒せみたいなミッション始まってたんだろうね。なんかすごい端折っちゃった。はい、おかげさまで。その宝石を売った金で悠々自適に暮らすのはどうだ。僕は砂漠を渡らなければなりません。冗談だよ。砂漠にはいろんな宝物が埋もれているけ。モンスターたちに勝つためにはレベルアップすることが大切だと。すっごい当たり前のこと言ってんじゃん。どうか気をつけてな。お前に言われる前にはこっちはもうレベル20になってんだよ。もうお金今1000ゴールドぐらいあるから、とりあえず、これ買って10個にして、この魔法の羽毛もこれ5個ぐらい買っとこう。もう5個ぐらい結構お金あるから。もうすげえ、なんかやっとなんか冒険者って感じがする今俺。さ、一回寝よっか。今日もすごい頑張ったし。20ゴールド安いもんよ。いいよ、どんどんそれでお金が潤ってきて、なんかとりあえず完璧になってくれ。あ、でこれ多分奥に行くと、多分なんか熱気とかで俺なんか死んでたりしてたのかな。てか元々行けなかったってことなのかな多分。あ、俺なんかそれ知らずに俺は普通に、いや、なんか倒しちゃったんだね、ヒドラを。なんか宝箱っぽいのもあるな、もう。敵出てこないかな。ぶっちゃけあの洞窟に出てくる骸骨たちすげえ経験値稼ぎには持ってこいだったな。お、敵出てきた。なんか強そう。何こいつ。おい、来いよ。え？ガードすらも当たってなかったぞ。くそ。え、何こいつ。すげえ。間合い。めちゃくちゃ間合いで。なんか間合い。とにかく間合い。にゃーにゃ、おめえ、久しぶりだな。おい、来いよ。行った。お前、久々。出た、毒野郎、てめえ。行った、ちょ、待って、こいつマジで、俺このゲームで一番嫌いなのこいつなんだよな、マジで。攻撃してこいよ。はい。オッケー。え、うっざ。え、うっざ、なんか、宝箱開ける前にすげえ敵で行くんじゃん。ふっ。え、こいつの攻撃パターンわかんねえ。え、むずっ。こいつ、むっつ。ちょ、あいつとこのコンビで出てくるの、マジ、うっざ。なにそれ。うっざい、すごいうざ、な、待って。この宝箱、そんなに大事？ちょっと、開けさせて。もう、開けさせてくれ。開けさせてくれって。約束かい。うわー。なんか、リオレウスのヘビ版みたいなやつできた。これまた至近距離いると、なんか、すごい変な攻撃してくんだな。あ、でも、そんな強く、ここ強くね、敵。これ全然変ね、死体力。え、強っ。これご両親無理パターンか。え、ちょ、うっざ、こいつ。え、ちょ、待って、うざい。こいつ経験値なんぼ ?190 とか全然もらえねえじゃん。洞窟の骸骨と戦った方全然マシだわ、こいつらの戦うより。ちょ、待って、一回も無理。こいつら戦う意味がない。絶対戦わない方がいい。何こいつら。ちょっと、かっこいいのなんだ。ちょっとかっこいいじゃん。え、てか、どこ行くの。え、ミッションなんもないんだけど。え、待って。なんかさ、魔法の粉だよね。え、どこに行くのか全然わかんないんだけど。どうぞ、まっすぐ行ってみるか。え、広すぎて全然どこ行くかわかんない。え？モンスターを先に倒さなければいけません。マジックアロー、いった。
ちょ、マジさ。それせこくない？それせこくない？死ぬって。死ぬ。死んじゃうからやめて。よし。え。モンスター倒したよ。モンスター倒したって。よし。魔法の種。何これ。一応訪ねた村へ戻ることができる。すっごいいいのもらったじゃん。やった！なんかいつの間にか手に入れてたわ。あ、なんか遺跡みたいのある。村内の村。村っぽいの見えるね。あそこ行くか、まず。遺跡とかあるけどな。一回遺跡行きながら行ってみるか。遺跡通りつつ、あの奥の村に行くみたいな。それで行こう。なんじゃここは。なんかもう敵マーク3つもあるんだけど。あー、そういうパターン？絶妙にうぜえ。ここ絶妙にうぜえとこじゃん。あ、なんかある、なんかある。え、なんか宝箱とかなんもないよね。あるー。あるわ。いやー、ちょっと倒しとくか。ちょっと一応。魔法の薬草。あ、これ回復めっちゃするってやつだ。これさ、もう遠くから撃ってばさ、よくね？俺の攻撃が当たんじゃね？やっべー。何この地獄みたいな戦い。え、俺しゃ、ちょっと待って、この壁のせいで。ちょっと、アップな。ここ当たんないよね、多分。あ、すっごい当たる。すっごいうざい、こいつら。あ、もう開けれんじゃん。なに？来た！なんだ？なに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 これ？ファイアボール！ファイアボール！よし！なに？弾待ち？これなに？どうやって帰んの？これどうやって帰んの？ちょ、待ちこれどうやって魔法スロットで、ちょっと待って、このさ、切り替え方が全くわからんのよ。あ、マジックアロー、ちょっと、こっちにすれば、あ、炎になってる。ちょ、一回こいつらに使ってみよう。こいつらマジ嫌い。うぜえ、ほんとに。ファイアボール。え、強。え、強いのかな？え、強いのか弱いのかよくわかんない。まあいいや、とりあえず、なんか、うん、なんか、うん、もう行こう。もうやだ。湖だ。もう、ただただ最悪。さっきあんなに頑張ったのに、もっかい戦うはめなった。オアシス村。旅の村か、何か手伝おうか。はい！何か知りたいことがあるのか。キングダムならまだ遠いですか。この村の北側に向かうと、大きな山が出てくるんだ。その山の洞窟を通過すると、キングダムのエリアになるよ。ちょっと待って、一回やだや、つうか武器屋とかいろいろ行きたいけどさ。まず一回ちょっと武器とか見てみようぜ。これ。なんかすっごいかっこいい剣。え、鎧もあるし。いいな。ちょっと待って。この妖精の剣っていうのはもう必要ないですよね。この妖精の剣なんても必要ないですよね。売ります。よくわかんねえ、ナターシャとかってよくわかんねえやつからもらったこれ。は、0円かよ。つっかいな。いらねえよ、もうこんな。別に売ったって売らなくたって変わんねえじゃん。じゃあ一応持っとくわ。あ、もう俺薬草とか全部買っとこう。なんかさ、敵どんどん異常に強くなってきた。じゃあもう寝よ。なんか寝てる。ペットかと思ったら普通の人だった。あ、もうお休みなる。魔法、じゃ、魔法師じゃないのよ。今ではいくつかの魔法しか残ってないんだ。その理由は次の機会に教えてやろう。うせっぱいか。お、寝る。もう今回寝る。もう無理。本当に、もう本当に本当にお休み。もう次回、お休み。